相集いまして知恵を交換し、技術を交換し、思想を交換してこのアジアの地で生物と共に過ごすことのできる人間がですね、野生での絶滅から39年、人工飼育の開始から45年、豊岡で明確に保護活動が形をとって55年になります。長い時間と膨大なエネルギー、たくさんのお金が必要でした。これからもおそらくそうだろうと思います。ではなぜそれほどまでにして豊岡はコウノトリを空に返そうとするのか、いろんな狙いがありますが、最大の狙いはこれです。コウノトリも住める環境とはどういう環境なのかということに関わります。コウノトリは完全肉食の大型の鳥です。あんな鳥でもまた野生で暮らすことができるようになったとすると、そこには膨大な量の、そしてたくさんの種類の生き物が存在するはずです。そのような豊かな自然は人間にとっても素晴らしい自然なのではないか。여러가지친환경농업유기농업에관한여러분야에서소개드릴말씀이많습니다만은제가주로말씀드리려고하는것은친환경농업정책중앙정부의정책과지역에대로1997년도에친환경농업조목자가있습니다친환경농업육성법이제정前年以上の、前年以上に及ぶ農業の伝統を持つ中国では、農業部の認可を受けて設立された、生物多様性を育む農業国際会議という、名称をに発展させてですね、これは水田だけではなくなります。農業の循環ということ。循環しなければ宇宙ではないという考え方をすれば、田んぼもまた同じ循環をしているということを考えなければいけないです。今小学校4年生で無邪気に遊んでいますが、この子は20年後間違いなく30歳になるはずです。この30歳になった時、この子が2人の子供をしっかりと養いながら、なおかつ幸せに暮らせる社会をどう作るか。もう少し皆さん前の方にいらっしゃいませんか。こうバラ ちょっと遠くにいらっしゃいますけれど、どうぞ前の方に詰めて。地作りが提唱され、コウノトリの餌場となるビオトープが拠点的に作られ始めていました。そこで平成15年には環境に配慮する非常に細かいところで注意をしないと失敗をするという面とか、そういう意味で、まあ、大変この農法全体がですね、除草の方法において陶器淡水ですとか、農法を実践했을때는그래도상당히효과가있는것으로どうもありがとうございました。